すごい、もう10秒に過ぎるよと思って。で、VTuber を始めてしまった時点で、まあ、そこに文句を言う筋合いはぶっちゃけないかな。サブアカリリムを参考するといい。何？なんでメインアカでしないの？こいつ絶対だろ。こいつ。やってきまーす。意外とうまくないか。シャレるしなぁ。いけるかなぁ。歩くとマジで変わってくんだよね。歩いてほしいなぁ、シャレるし。歩いてほしいなぁ。自転車でも極力いいけど、その、人間って基礎代謝ってのがあるんだよ。生きてるだけで、勝手に脂肪を燃やしてくれるとか、カロリーを消費してくれるのが基礎代謝って言うんだけど、それで筋肉が多ければ多いほど多いんだよね。基礎代謝。筋肉量は減らしたくないじゃん。勝手に痩せていくわけだから。だから、走っちゃうとその筋力って、筋肉ってなくなっちゃうの。マラソン選手って筋肉ないでしょ。ひょろっとしてるイメージあるでしょ。胸は小さくなっちゃう、女の子は。ダイエットは。筋トレしないと。胸筋鍛えないと女の子胸ちっちゃくなっちゃう、ダイエットは。どうしても。スタさんは小さいのが好きだもんな。俺、おっぱいやれば全部好き。おっぱいだけ全部好き。別に大きかろうが小さかろうが。まず、だからマシュマロを募集してみたんだけどさ、お前ら、まあ、恋愛の話が基本的にマジで多いね。君たち恋愛すごいしてるんだね。200件ぐらい送ってくれて、恋愛の話が半分ぐらい。なぜ何でもいいからっていうので募集したんだよね。ガチで何でもいいよで募集したんだけど、例えば潔癖症すぎて家から出られないし、手洗いには1時間かかるし、ここ半年カロリーメイトしか食べれていません。病院も2年前くらいから通っていましたが悪化するばかりです。生きる希望はほとんどなくなってしまっているので励ましてください。すごい、もう10秒に過ぎるよと思って。逆にカロリーメイトは寄せてるんだね。あの無機質感がいいのかな。こういうの病院行って治んの？人と関わるなんて無理だろうね。電車も乗れないんじゃない？マチコンスタッフから無料のカウンセリングに誘われて、恋愛のライズアッププランなる65万の契約をさせられました。ちゃんとクーリングをしました。マチコントラウマです。マチコン自体がそもそも信頼性低くない？マチコンって何？飲食次、20代限定、同性愛中心で楽しく盛り上がろう。女性1000円、男7000円。まあ、人がセッティングしてくれる合コンだね、これは。お目当ての人がいなかった時に時間の無駄すぎない？持ってかれる時間が長すぎないか？マチコンやめた方がいいと思うけどね。効率悪すぎるだろ。これは搾取ですね。これ企業側の搾取ですね。男を釣って儲けようとしますね。桜、もう本当に桜がいそう、これは。今時は間違えばいいって多分ほぼいねえけど。マチコンで桜いそうだわ。マチコンや相席やダンジョン。高確率で多様な女性と会話してレベリングするための施設だと思ってください。わかるよ。俺も行ったことあるって。相席やって、すぐチェンジできないんだよね。15分ぐらい、その、一緒の席になった人と話さないといけない、絶対に。45歳のおばあさんと2回連続で15分間話したぞ。15分経った瞬間にチェンジしたけど。で、ご飯食べたら基本的に男が払うんだよね。1人目のおばさんは普通のおばさんだったんだけど、2人目のおばさんが普通にめちゃめちゃ食うおばさんで、おばさんが食ったもの俺が払ったぞ。別に飯食いに来たなと思う。ピザ食ってたよ。俺の目の前でバグ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 。こんにちは、VTuber やってるやつです。スタミさんに相談なのですが、一番投げ銭をしてくれるリスナーの愛が強すぎて気持ち悪くなってしまい、腰つべでブロックしました。しかし、小泉ツイッターで、まるまるちゃん好きだ、可愛すぎる、とか、引用ツイートやリプライで言ってくるんですけど、どういう心理なんですかね。私は昔から人に好かれるタイプが苦手なので、リスナーのコメントもザ・囲いみたいなコメントなら気持ち悪く感じてしまいます。可愛いとか言われたくないから、どちらかといえば殴ってきてほしいというか、なんというか。質
問なのですが、ささんはガチ恋勢の対応をどうしていますか？気持ち悪く なりませんか？あわよくは同性だけに好かれたいというコメント欄を気持ち悪く、もうこれはね、VTuber やってる人にもそもそもずれてる気がするけどね。向いて、VTuber を始めてしまった時点でもうなんかそこに文句を言う筋合いはぶっちゃけないかな。今 VTuber って土壌がアイドル売りにあるからね。顔出し配信してめちゃめちゃブサイクだったら殴られるよ。単純に。VTuber なのが悪いでしょ。お金くれてるんだから、VTuber 始めた時点でもう、でも女性とかもそうなるでしょ。ありがたく思うべきだと思うけどね。俺のガチ恋勢の人って何人かいるんだけど、なんかしつこいとかもう全くないからね。で、配信のテンション感とか、性格とか、ブランディングによると思うわ。ジャスとかになるとしつこい人とか出てくるんじゃない？例えば、雷神のガチ恋って固有そうじゃなさそうじゃん。スッと行きそうじゃない？冷たくされて喜んでそう。さすがだな。スタさんはツイッターのサブアカとか作らないんですか？俺がサブアカを作ったとて別につぶやくことねえからな。サブアカがみんなあるよね。つぶやくことないし、別に俺フォローとかもこのアカウントで君たちしてるから。一個こと足りるに多分ね、なんか、活動者アカウントみたいな感じで、活動者しかフォローしないみたいなアカウントって決めつけてたら、サバカとか作って、興味あるアカウントとか、やるんだろうけど、俺一個で全部って全てこと足りてるからな。V のあれを分ける意味何？ VTuber はなんか宣伝とかが多いからじゃない？ちゃんとしたツイートというかさ、まあ、わかんねえな。わかんねえな。サバカってなんでつくんだろうね。サバカはリリムを参考するといい。何？サブアカ競争がいいの？リリム。みんなのリリムちゃん、これか。マジで熱いよ、すげえとかサブアカなんだね。連投したくなる瞬間があるのかな？そういうのをサブアカにすんのかな？あのね、リリムはお星様になりたいの。星空って一つ一つの輝きは小さいけど、誰かはその中の一つをじっと見つめてくれる。だからリリムがお星様になりたいの。好きな人と結ばれることは幸せで、これからの人生彩ってくれる最高な瞬間だと、思ってたから今でも衝撃的だな。好きな人に好きって言われて抱きしめられて死にたくなる気持ちってどれだけ辛いんだろうな。救いがないんだろうな。なんかいろいろと考えちゃうね。それだけリリムの心に残る女の子。ポエムなんだね。定期的にポエムを書きたくなっちゃうんだな。なんでメイン赤でしないの？リムのメイン赤は？なんでこっちでポエムをつぶやかないの？いいじゃん、こっちで。なあ、なんかこう、なそうだよね。そうだよね。こういうなんか活動者って感じだね。企業とかだとこういうなんか、くだらないことで埋め尽くされちゃうと困るんじゃない？バズりそうなツイートとかさ、配信告知とかさ、みんなのファンアートが埋もれちゃうからさ。ウルパン知らないときにお前らがウルパン好きすぎてウルパンのサバがクソ流れてきてたからな。あいつもなんかあれだよね、サブアカめっちゃ稼働するよね。ほら、おやすみ。あ、トワイライト見てる。ジェイクブと結婚したい。トワイライトを女3人くらいで見たい人生だった。こいつ絶対メンヘラだろ。こいつこいつもう壮絶なメンヘラだろ。見てわかんこんなもんは。ねえ、サブアカ俺こんなにつぶやくことない。ウズハサブ、あいつ絶対つぶやけねえだろ。
え、でも意外とつぶやいてる。2021、待って、全然だ、全然だわ、全然だった。4月23日ラストで、ちょっとスクロールしたらもう2021になるんだけど。あ、これ、いや、つぶやくことねえけど。ボットとかしてるじゃねえかよ。俺も多分こうなっちゃう、サブアカは。本アカをもっと俺動かした方が絶対いいんだろうなと思って生きてるぐらいだもん。なのにサブアカに分散しちゃったら詰むわいや、こんなもんは。